こんにちは、みじゅです。今回ご紹介するのはマツダの新型 CX80 です。こちらのボディカラー初めて見る方が多いと思います。こちらはラージ商品群用として新しく作られた匠色になります。その名もボディカラーアーティザンレッドプレミアムメタリックと言います。フロントフェイスは基本的に CX60 と、同じような形状にはなっているものの、例えばフロントグリルに3本線のアクセントをつけたりと差別化を図っています。横からのフォルムはすごく伸びやかで躍動感あふれるデザインになっています。装着されているタイヤは 235-50R 20インチタイヤです。こちらはグレードが PHEV モデルということで、 PHEV のエンブレムがサイド部分についています。ウィンドウモール周りはシルバーでアクセントカラーが使用されていて、すごく高級感があるデザインに仕上がっています。続いてリアフォルムを見ていきたいと思います。後方のボリューム感がすごくよく出ていて、迫力を感じるボディラインだと思います。そしてこのボディカラーがすごく色気のあるカラーなので、この CX80 がより大人っぽく、高い年齢層の方からも好かれるようなデザインじゃないかなと感じています。トランクルームはこんな感じで、機内持ち込み可能の40リットルのスーツケースを置くとこのくらいの容量になります。縦に置けばこのくらいのサイズ感のスーツケースであれば 3,4 個置けそうなスペースがあります。3列目シートを倒すのもとても簡単で、紐が出ていると思うんですが、そちらを引いてあげれば倒れます。下部にはトノカバーなどが収納されています。ぴったりと収まるのが気持ちがいいですよね。サイドにはライトと AC100V の充電口、右側にも 150W の充電口と 12V のシガーソケットの給電口がついています。こんな感じで紐を引っ張るとヘッドレストが倒れ、背もたれも倒すことができます。そうするとフルフラットにすることができるので、非常にね、快適に使えそうです。先ほどのスーツケースを置いてみるとサイズ感はこのくらいになります。かなり大きなスーツケースやゴルフバッグなども余裕で置くことができそうです。サイドから後方部分を見てみると、かなり後ろに張り出したデザインが特徴だと思います。そしてプッシュすると開くタイプで、 PHEV なのでね、普通充電と急速充電両方ともついています。続いては内装を見ていきたいと思います。内装はすごく質感が高くて、ホワイトの内装とっても美しいですよね。この辺のダッシュボードの作りとか、あとこの辺のインパネ周りは CX60 とね、同じものを使われているものもあるそうです。それではエンジンを始動させたいと思います。はい、ということで、はい、ステアリングから見ていきましょう。ステアリングは丸型で、直径自体は最近小さめのものが多い印象なんですけど、新型車では小さめのものが多い印象なんですけど、やっぱり CX80 はボディも迫力がありますしね、ステアリング自体も普通のサイズといいますか、大きめのサイズ感になるかと思います。結構直径がね、手を当ててみてもね、結構大きさが伝わると思います。直径30センチぐらいですかね。で、メーターを見ていきましょう。メーターはすべてフルデジタル液晶、フル液晶となっています。で、 PHEV モデルなので、結構ね、ワインディングの下り坂とかではこのチャージに入っていて、回生ブレーキで充電されているのが一目でね、分かるような仕様になっています。で、こちらの車両には BOSE のスピーカーがオプションでついていて、音楽を聞いてみたんですけど、かなり音質も良くて、室内空間上質に過ごすのにとってもぴったりなスピーカーだなと思いました。で、ドア周り見ていきましょう。ドア周りはいろいろとね、この木目調だったりシルバーの褐色で、この辺はホワイトのファブリックで、この辺はホワイトレザーみたいな感じで、結構いろんな素材のものが組み合わされているので、すごくね、立体感もあるし、質感もすごく高く感じます。ディスプレイナビはこちらですね、横に長いタイプになります。で、操作はタッチパネルではなく、こういったコントローラーを使って操作していきます。
で、ワイヤレスで Apple CarPlay と Android Auto も使えます。で、アレクサと呼びかけるとこんな感じで、ほら、 Hey アレクサ、エアコンの温度を下げて。はい、こんな感じで、まあ、エアコンもね、音声で調整することができたりします。アレクサとの連携が始まりました。なので、まあ、運転中ね、操作ボタンでしなくてもこうやって音声でコミュニケーションが取れるっていうのもまた魅力の一つじゃないかなと思います。で、ディスプレイの下にはこちらハザードランプがついていますね。このつき方がね、これ動画で伝わるかな、パッてついて消え方がね、なんかしっとりと消えてくんですよね。これがなんか素敵だなといつも思います。そして中央にはエアコンの送風口が2口で、下部にはエアコンの操作スイッチがついています。で、温度調整できたり風量調整できます。で、ベンチレーションもついているので、かなりね、あの、快適に過ごすことができると思います。冬場はシートヒーター3段階で調整して、ステアリングヒーターもつけられる。で、夏場はシートベンチレーションで涼しく過ごすことができる。しかも3段階で調整することができます。で、その下部には置くだけ充電がついています。こちら一番奥の部分についていて、奥にかけて少し傾斜がついているので、携帯がブレーキとかで滑り落ちてくることもね、心配がなく、すごく使い勝手がいいんじゃないかなと思います。そしてこちらは 12V のシガーソケットの充電口がついています。そしてこちら MI ドライブと書いてあるんですけれども、ドライブモードをこちらで切り替えることができます。ちょっと切り替えてみたいと思います。はい、スポーツ、ノーマル、EV、オフロード、こういった形でモード選択できます。続いてシフトレバーですね。シフトレバーはかなりこちらの持ち手の部分が台形になってます。このね、高さはね、全然ないんですけどね、ボリューム感があって、この車にすごく似合ってる雰囲気がします。で、こちらこのレバーが奥にありまして、こんな感じでパーキングから左にやるとリバース、で、下がドライブみたいな感じで使っていきます。で、ヒルデセントコントロールであったり、こちらカメラのマークがついてるんですけど、こちらを押していただくとこんな感じでカメラを通じて映した映像をこのディスプレイで表示することができます。なので、車両自体は大きいんですけど、非常に使い勝手がいいかと思います。続いてセンターコンソールの、ね、左手ですね、ドリンクホルダーが2口ついています。蓋がついているので、使わない時にはこんな感じでしまうことができます。で、こちらがダイヤルですね、ナビを操作する時に使います。で、こちらが電子パーキングブレーキで、オートビークルホールドもついています。音量調整、こちらのダイヤルでも行うことができます。で、こちらのセンターコンソール内の収納なんですけど、片側ずつ開けることもできます。両方ともいっぺんに開けることもできます。こんな感じで観音開きに開くように作られています。シートはこちらホワイトカラーになります。すごい眩しいくらい綺麗な白ですよね。で、中央の部分、これただの黒じゃなくて、よく見るとね、模様がついてるんですよね。質感が高く感じますし、作り込みの良さ、こだわりを感じます。続いてルーフ周りですね。ルーフはホワイトカラーになっていて、サングラスホルダーもついています。中にね、こんな感じで不織布がついてるので、傷つく恐れもないです。で、こちらパノラマルーフついてるんですけど、開けてみたいと思います。はい、こんな感じでね、ガラスを開けることも可能です。開放感あっていいですよね。で、眩しければこんな感じでシェードを閉めて利用することもできます。はい、続いて後部座席を見ていきたいと思います。後部座席もこんな感じでキャプテンシートになっているので、それぞれ左右独立して広々とした空間で乗ることができます。で、3列目シートもあるんですけど、そこへのアクセスの工夫として、座席のイラストがあって、前に矢印が出てると思うんですけど、こちらを押していただくと、はい、こんな感じでね、簡単に後席にアクセスできるようになっています。で、後部座席はかなり背もたれも高くて、で、スペースも広いように感じます。
ただ足元がねちょっとここ高さが15-20センチ弱ぐらいしかないので、ちょっと膝はね縦に曲がってしまう可能性もあります。ただまあこれだけねなんか広々とした座席だと3列目でも座り心地良さそうでいいですね。であちらの角にねちょっと見えにくいんですけどタイプ C の充電口とドリンクホルダーもついてるので収納力もねかなりあります。あ、こっちで見えますね、ドリンクホルダー2口とあとタイプ C の充電口、しかも縁が光るようになってます。で座席はこちらのレバーを使って前後にね移動することもできます。なのでかなりね広い空間で利用することができます。乗り込みました。足回りかなり快適で広々としています。そして、まあ、前席と同じなんですけどフロアマットがねかなり毛足が長くてふわふわなんですよね。ここもまた魅力の一つだなと思います。で後席から見た様子はこんな感じでパノラマルーフが一面に広がっているのでかなり開放感があります。今目の前に海が抜けてるんですけどすごい気持ちがいいです。そしてサイドガラスはこんな感じでかなり高さもあって長さもあるし広々としています。そして下から出るタイプのサンシェードもついています。西日が眩しい時とかはこういったサンシェードを利用することによってより快適にね過ごせるんじゃないかと思います。で読書灯、室内灯がねこちらついてるんですけど LED で結構明るいです。このボタンの押し心地もねなんかすごいなんだろうすごい高級感あるというか安っぽくない押し心地だなと思います。でこちらにフックもあるのでなんかハンガーとかね引っ掛けることも可能です。でドアの内側は前席と同じようなデザインが付けられていてなんか後席の人でもかなりなんか見た目の高級感とか満足度も高いなという印象があります。でドア内側のこういったポケットにも、まあ、ペットボトル 500ml2 本は入りますよね、このサイズだと。でこの辺にはちょっと三角形の細長い収納があって、まあ、ここにも携帯とか一時的に置いたりとかすることができるんじゃないかなと思います。そして後部座席にもねセンターコンソールがついています。ドリンクホルダーが2口とあとこちら観音開きですね、フロントと同じ。なんかフロントよりもちょっと小さくてなんかミニチュアみたいで可愛いです。ただ収納力は抜群ですね。深さもあってかなりのスペースがあります。で今手突っ込んだらね気づいたんですけどそこがなんかカーペットみたいになってるんですよ。柔らかい素材になってます。なので傷つきやすいものが入ったとしても中がね中で壊れたりもしないだろうし、逆に物を入れた時に中でガチャガチャ言ってうるさくなったりとかしないんじゃないかなと思います。よく考えられてるなと思います。今回もう一台撮影することができたのでご紹介したいと思います。現在朝日に照らされてすごくボディのカラーが美しく出ているんですけど、こちらのボディカラーはマシングレープレミアムメタリックと言います。こちらのグレーのカラーは落ち着きがあって黒ほど重たくならないのが特徴ですよね。 CX80 はボディのその造形自体も美しい作りではあるんですが、ボディカラーの選び方によってさまざまな顔を見せてくれるので本当に自分の好みにねカスタマイズといいますか自分のためだけの CX80 というのを見つけるのもいいんじゃないかなと思いました。通常だとこのトーイングって出てないんですけど、はい、まあノーマルの状態からまあトーイングが選べるようになりました。へー。これ、いわゆる直進性といいますか、はい、あのトレーラーが、うん、あのまっすぐ走りたいのに、うん、スネーキングといってあの横揺れしたりするらしいので、うん、それを抑制するたりですとか、はい、あのやっぱり750キロ未満なんですけど、はい、牽引能力が、それなりに重いものなので、うん、途半でありますとか、うん、加速車線とか、うん、合流とか、うん、での、走りが、それに合わせた走りのモードになります。うん、はい、
一番下にこれ、はい、これがトーイングビューっていうのがありまして、はい、これは選べるようになります。そうするとこれ、くっつける時に、はい、すごく近くまで寄せていって、うんうん、トレーラーが止まった状態で車がバックして止める時に、うん、これは接続する時とか接続する時に見やすいようにすると。なるほど、非常に大きいです、はい、おーすごい、はい、でまあ、近すぎると時はこういうふうに戻したりとか、はいはい、このようにしたりとかっていうのができます。なるほど、引っ込まない程度で自分にトレーラーは引っ張っているんですけど、はい、ちょっとまあ幅が出る分だけ気にしていただいて、はいはいはい、おーはい、切っていただいて、はい、はい、それ大丈夫です、はいはい、こっちも大丈夫、はいはい、じゃあバックされますか。はい、はい、じゃあそうですね、この、はい、割れ目のところに沿って左タイヤがつくようにちょっと進んでいただいて、はい、これぐらいでいいですね、はい、でこれぐらいからじゃあ始めましょう、うん、はい、リバース入れていただいて、そっちから、あ、止まった状態で末切りで、はいはい、走りながらするとなかなか難しい。あ、なるほど。そうするとトレーラーが角度を変えていきます、うん、でここのぶつからないように、うん、この赤い線を気にしていただいて、赤い線にこの部分ぶつから、ね、ぐらいまでに、うん、まあ、下がっていただいては大丈夫です。これもうちょっと大丈夫ですね。もうちょいいきます。これで限界です、はい、でそのまま反対側に反対側に末切りでいただいて、はいはい、で進んでいただくと、はい、トレーラーの角度は戻る方向になりますけど、はい、進みます。これ芝生乗っちゃって大丈夫、はい、あ、ちょっと、ま、後ろすぎましたね、はい、あ、ちょっとどうしようかな。ちょっとじゃ前に進んでいただいて、はい、どうしようかな。難しいですね。これじゃあ一回ちょっと右にやったらいいんじゃないですか。右にやったら反対ですね。足場乗らないですか、ね。それで大丈夫ですね。はいはいはい。でそしたら、うん、反対側か。こうか。はいはいはい。そうですそうです。ついてきますついてきますついてきます。はい。はい、ストップで末切りで、はい、で下がっていっていただいて角度は戻っていきますが、だいたい90度に近くなってきましたね、はい、あ、分からなくなってきた。そうなん、あ、違う、うん、分からなくなってきたら全身です。で、効果、はい、はい、だいたい90度になりましたね、はい、じゃあ反対に据え切っていただいて、はい、下がります、はい、下がります。ライです。シワフニーのギリギリのところで、うん、この辺ですかね、はい、はい、そしたら前に行っていただいて、はい、あとは、ミラーでサイドミラーで見て、はい、両側に出ないように、はい、出たら反対側に切って出たら反対側に切ってっていう形で、なるほど、はい、まだ大丈夫、はい、ストップです、はい、はい、ここで実際にこのオプションをつける方は多くはないかもしれませんが、こういった専用のドライブモードも設定しているというのが素晴らしいなと思いました。今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。